今年の収穫に感謝して奉納しました。三重県の伊勢神宮で今日、はっぴをまとった JA の職員らが10キロ分の次郎柿を担いで宇治橋を渡り、神楽殿に奉納しました。次郎柿は玉城町で採れたもので、一緒に参加した生産者とともに収穫への感謝と今後の豊作を祈願していました。今年は7月の雨が少なく、実はやや小玉ではあるものの、品質は上々だということです。